ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ファイナルファンタジー14続きをやっていこうと思います。さあ、みんなでご飯を食べようのね、あの掛け声で食材を集めに行ったところですが、もうみんな集められたかな。レベル98クエスト、イニシエを知る騎士受注。アリゼイ殿の分の食材も合わせれば、食べ盛りのお主らでも十分な量になるだろう。余った分はいつも通りドリフトダウンズのみんなに分けてやれば喜ぶこと間違いなしだ。ところで、優秀なお主にもう一つ頼みたい。実は着火用のエレクトロープを切らしてしまっていてな、そこらの家屋からいくつか調達してきてもらいたい。我が国では一般市民にもエレクトロープを配布していたのだ。昔は産出量が少なく、かなりの貴重品であったから欠片同然の小さなものではあったかな。そんなわけで、非属性に変換できるエレクトロープが欲しい。加工済みのエレクトロープを5つほど集めて、グルージャが帰ってきたら渡してもらいたい。刻まれた魔法回路から属性を見分けるのは至難の業だが、幸いにしてグルージャが得意としていてな。頼んだぞ、ヒズコ殿。はい、その辺に落ちてるのかね。まあライター代わりみたいなものかしら。さあ、どう行きましょうかね。どこら辺にあるのかな。はいはい、そんなに遠くはない。こっちだったね。なるほど、家の中って感じか。はい、ちょっとこの辺敵が多いからね、絡まれないようにしたいけれど。あ、降りると登れないのかこれ。そっか、ならば橋の方から行かないとダメだね。どこから行くのが安牌か。こっちの方にあんまりモブがいないのかな。まあどこかの家から。この辺の家は入れる？入れない。まさかの扉から行けるかと思いきや、回らないとダメか。ここも行けなそうだね。これなんだろうね、この機械。あ、こっちから行けるか。はいはい。あ、でもこのお家にはないね。意外とここはぐるぐる視点を変えるから酔いやすいかもしれないね。うーん、入れるところはどこだ。あったあった。はい、加工済みのエレクトロープ。非属性のものがねちゃんとあればいいけどね。はい、1個目。あっちは光ってるね。わかりやすいところにもう一つよ。この2つは近かったね。で、それぞれ見やすいところにいてくれてるといいけれど。セントリーいるな。ここも突っ切るしかないかな。戦闘はちょっとごめんよ。またそのうち多分戦うことになるだろうから任せていただくよ。あー、外に分かりやすいところに落ちてましたね。中の方を行かないとないかなと思ったんだけれども、ちゃんとありそう。はい、3つ目。そして4つ目が目の前にある。はい、さてあと1つですね。あと1つは戻るのか。こっち側って出てますけど、お家橋渡った方かな。あ、見えた。めっちゃ撃たれる。撃たれるけど、ちょっと今忙しいからまた今度ね。負けたかな、どうだろう。負けてないな、これは仕方ない。あー、大丈夫かな。戻ってった。どの感じで戻ってったんだろうね。あの島から出ちゃうちょっとダメな感じだったんですかね、あの方の持ち場的にはね。はい、エレクトロープ取りました。足りたかなこれで。意外とスッといけるかと思いきや、あの橋渡んないといけないが制約としてあるから、大変は大変だね。どんなご飯作るんだろうね。ちょっとケテンラムをね疑いましたけれども、料理の話が聞いてね。
さあグルージャわかるかい？あ、オーティスに聞いたよ。僕にエレクトロープを見せてみて。はい、一応こんだけあるんだけど、なんかに使える？どうでしょう。あ、たくさん集めてくれたんだね。これは風を起こす魔法回路で、こっちは水、これは…すごいわね、瞬時に見分けられるなんて。ああ、きっと賢さは兄さん譲りなんだ。あった、あったよ。火属性に変換できるエレクトロープ。長い間放置されてきたおかげで、周りに満ちてる雷属性の力が自然と込められてる。これなら簡単に火を起こせるよ。ありがとう、いずこ。はい。さあ、料理はあなたがしてくださるのですか？よし、お主らの働きのおかげでようやく準備が整った。あとは私が腕によりをかけて作るから、ゆっくり味わいながら皆で懇談に興じるといい。硬いね、言い方がね、だいぶね。たくさんお話ができる準備が整ったかな。家族っていうのはな、こうやって一緒に食事をしながら取り留めのない出来事とかを話すもんなんだぜ。そうなの？ウクラマトも父さんと一緒に食べたの？まあ、ゾラージャ、兄さんは無口だから、喋ってるのはほとんど私と部の親父だったな。たまにリの親父とコーナ兄さんが加わる感じでさ。ウクラマトの父さんって二人いるの？それって僕の父さんとは違う人？ブの親父とリの親父は祝福の兄弟っていう相当、つまり頭が二つあるマムージャなんだ。ゾラージャ兄さんはその血を受け継いだ実の子供。私とコーナ兄さんは養子だから、親父たちと血のつながりはない。だけど心さえつながってればそれは家族なのさ。これはリの親父の受け売りだけどよ。家族、二人にもそういう人はいる？血はつながってなくても大切に思える人。そう、それはどうかしらね。あなたはどうなの？はい、はいはい。いいですね、選択肢が。もちろんいるよ、自分は孤高の冒険者だから。何も触れないでくれ。まあこれはもちろんいるよかな。アリゼがね、かわいそうだよね、これね、言ってあげなかったらね。あ、僕もいつか会ってみたいな。目の前にお一人。それでな、グルージャ、私はお前とも家族になりたいと思ってるんだ。だからお前のことを教えてくれねえか。僕のこと知りたいの？ああ、好きなものでも嫌いなものでも何でもいい。もっとお前のことを教えてくれ。僕もウクラマトのことをもっと知りたい。それでそろそろあなたのことも教えてくれる？アレクサンドリア王国の騎士団長さん。いいだろう、少し長くなるが、私が騎士団長に命じられたのは、この世界に雷が満ち溢れ変わり果てる前。それって大災害よりも昔ってことだよな。確か何百年も前のはずじゃ。さよう。
この機械仕掛けのボディが作られるより前、正確には454年前のことだ。機械仕掛けのボディって、もしかしてあなた元は普通の人だったの？その通り、アレクサンドリア王家に仕える正真正銘生身の男であったのだ。人みたいに動いて喋る機械ってだけでも驚きなのに、それが大昔の人の記憶を持ってるだって、わけがわからねえぜ。無理もないが、ともかく話を最後まで聞いてくれ。私の言葉を聞いてどう思うかはそれからだ。まあいろんな現象にあってきてますからね、我々もね。騎士団の務めは何と言っても王家を守護すること。国王陛下に王妃様、そして一人娘であらせられる王女様を守り抜くことが使命であった。しかし折しもエレクトロープの奪い合いで世界情勢が悪化しておってな、やがては隣国との戦争にまで発展したのだ。その争いが引き金となり大災害が起こるのだが、国王夫妻を含め混乱の中で多くの命が失われたよ。だがどうにか王女様だけはお守りできた。そして王となった心優しい彼女に従い、生き残った民を励まし、かつての敵国の難民すら受け入れて復興の道を歩み始めた。ところが彼女は病に倒れてしまってな、神のりの力に身を置かされ、そのまま帰らぬ人となってしまわれた。スフェンもう死んでるのか。悲しい話ね。ああ、嘆き悲しんだのは私だけではないぞ。彼女の死に多くの民が涙し、長い年月をかけてそれは立派な墓が作られたものだ。だが私は諦めなかった。王国最高の科学者たちと協力することで死の床にあった彼女の魂を回収できておったからな。おい、お前何言ってんだ。魂をどうしたって。肉体はいつか終わりを迎えても誰かの記憶に刻まれている限り、命は永遠に継承されていく。大災害で多くの死者が出る中、この古い信仰を技術的に実現する研究が始まっていたのだ。万能の物質エレクトロープを使ってな。そして最初に魂を保管する技術が開発され、彼女を永遠の死から救うために用いられたのだ。だが旅立とうとする魂を引き止めただけでは意味がない。次の段階では本当の意味で死を遠ざけるために魂から記憶を抽出し、聖者を再現することとなった。その再現を成し遂げるにはまた長い年月が必要だった。私が老いた頃、ようやく技術が確立されたゆえ、実験体として志願をしたのだ。結果、この機械のボディを得たというわけだ。私のように個人の記憶から再現された存在を科学者たちはこう呼んだ。トワビトとな。これまでの話が全て本当だとして、そのオーティスたちが蘇らせたかった王様って、まあスフェンでしょうね。おお、そうか、お主らも彼女のことを知っていたか。スフェン様は永遠になっても優しい方であろう。一目お会いしたいと思い続けて数百年、こんな体じゃ彼女を怖がらせてしまうと思ってな。
はっはっはっは。騎士団長が生きてるの知ってるのかな、スフェーンはね。知ってたら消されそうな感じしますけどね。どうなんだろう。さあどうする、クラマト。なあ、もう一度だけ確認させてほしいんだけどよ、スフェーンはそのトワビトとかいう存在で生きてる人間じゃねえってことか。生きている、生きていない、その境界は実に曖昧だ。死者の記憶から人格を再現されたトワビトは生前の記憶を受け継ぎ、考え、行動する。ならばそれは生きていると私は思うのだがな。国民はこのことを知ってるの？数百年も王様のままなら当然気づく人もいるはずよね。トワビトという存在はごく一部の人しか知らないよ。レギュレーターをつけてる人は亡くなった人の記憶をなくしちゃうから。みんなスフェーン様の見た目が変わらないことは気づいてる。だけどあえて尋ねるようなことはしない。受け入れているんだ。正体が何であろうとスフェーン様はスフェーン様、奇跡の人なんだってそう思ってるみたい。はい、なんというかトワビトは他にもいるのか、町の住民たちもトワビトか、まあ住民は多分違うでしょうね。他にいるのかちょっと気になるよね。死者の数だけトワビトは存在するはずだ。だがトワビトが生きていける環境は限られていると聞く。ここらに姿を現せるトワビトはスフェーン様だけだろう。実は私も厳密にはトワビトではない。トワビトは魂から抽出された記憶をもとに再現された命だが、私の場合は魂ごと機械に入れられた存在だからな。ややこしいな。それって何が違うんだ？うむ、私にもよくわからぬが、私の命はこの機械の体と共にある。人と同じで壊れたら最後、永久不変の命ではないのだろうな。永久不変の命か、まるでウルティマトゥールで見たイーアたちのようね。カフキワたちも知ってたのか、トワビトの存在を。エバーキープの根幹システムを調べてたような人たちだもの、気づいていてもおかしくはないけど。ひとまずラハたちに共有しましょう。なんだか嫌な予感がするわ。はい、イニシエを知る騎士コンプリート。まあ、何人かいそうですよね。カフキアももしかしたらその一人かもしれないしね。ちょっとね、影がやっぱり濃くなってきてますよね。さて、あ、エレビルだ。何かに気づくかな。お、オタク、もしかしてナーヘか。知ってる人かな。お前はエレネッシパじゃねえか。ずいぶん久しぶりだな。この30年どこにいたんだよ。あ、もしかしてあれか、噂になってる外から来たスフェーン様のお客ってお前か。まあな。それよりお袋がどこにいるか知ってるか。お前のお袋さん？すまん、どんな人だっけ。消されてるね。どんなって、知ってるだろう、カフキワだ。好奇心が旺盛すぎて連王の旅にもついていったやつだ。記憶にねえな。ま、文字通りですよね。冗談はよせ、そんなわけないだろう。あんなに小さい村だったんだぞ。
本当に知らないんだ。お前のおふくろ誰だっけ。おい、他にも同郷の奴はいるか。おい、みんなに聞いて回っちゃうよね、この調子だとね。エレネシパ？カフキワはどこにいる。何よいきなり。カフキワって誰のこと？嘘だろ、なんで。亡くなった人の記憶は回収される。まさか。まあこれが本当は誰なんだっていうのがね、怖くて仕方がなくなっちゃうだろうね。しかも身内だしね。まあここでオーティスに会ってる私たちはね、ワンクッションあるけど、それがないエレンビルは今もう本当に混乱してるだろうね。大丈夫かな、ちょっと気になりますけれども。ワンクエスト終わったので今回はここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方、ぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のファイナルファンタジー14あるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。